歯医者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。さあ、連休明けました。これからまた通常業務が待ってるっていうの形になるとね、休みボケみたいな感じだったりとかじゃないけれども、体がどうもうまく動かないななんてこともあるかもしれません。僕の方はそんなこと言ってね、腕がうまく動かないな、治療がうまくいかないななんてこと言っちゃうと困りますんでね、そんなことは言いませんけれど、でもこうしてね、やはり一つこう連休ってものが終わっちゃうとね、この後今度は大きい休みが来るのはいつだろうなんていうふうにやっぱり考えてしまいますね。まあ4月っていうこう年度の切り替わりから5月っていうになったことで、まあ心構えというかね、そういった部分もまたちょっと変わってくる部分ではないかと思います。さて、じゃあ5月ということになってきまして、これから通常業務行っていくわけですが、そういった中でですね、じゃあ、しっかり仕事に集中しようとしてやっていった時に、まあやっぱり歯がね、どこか悪いとか口の中がやっぱり落ち着かないっていうような形の時には、集中力ってやっぱり出ないと思うんです。ですからやはり年度変わって一つ区切りがついてくる、こういった時期ですよね。その後5月というところで、自分のやっていき方っていう部分が一つ大きく変わってくる場所ではないかと思います。より集中して何かをやっていこうっていうのもやっぱりこういった時期っていうのは多いかと思います。まあ仕事にもね、新しい仕事に慣れてきて、それによって慣れてきたことでより一段上のことをしようとする、そういった集中っていう場合もあると思いますしね。さて、そうするとですね、やっぱりなんか集中しようとするとき、痛み、そういった違和感、そういったものがあるとやっぱり集中できない。特に口の中、歯の痛みっていうのは結構刺激として強いものになってきますので、そうするとやはり集中力そがれるという形になってくると思います。ですからそういったことがないようにね、しっかりとやっぱり歯医者さんに通うことで、そういったこう痛み、集中をそぐような力にならないよう注意していくといいと思います。でよくね、仕事に忙しいっていう方の方が、忙しいから歯医者に行く機会がないんだっていうようなことを言われる人がいますが、でもですね、そうやって我慢に我慢を重ねて治療を重ねてしまうと、逆に、1本の歯に対しての治療回数が増えてしまうので、結果として、人生という中で考えたらね、歯医者さんに通うそういった時間や期間は逆に長くなる場合が多いですよっていうことなんですよね。逆に忙しい人ほど僕にから言わせてもらえれば、定期検診をしっかりして痛みが出る前に虫歯がまだ小さい段階でちゃっと治療して、早期発見早期治療ってやつですね、さっさと治療してしまえば1本の歯に対しての治療がその1回で済んでしまう。結果として口の中全体に対する治療も期間も時間も短くて済むという形になる。そしてそれを定期検診という形で数ヶ月おきで繰り返しておけば、大ごとになる前に治療するんで、何かあったとしても1回2回で済んでくるって言ったらおかしいけどね、そういう確率が高くなります。絶対とは言いませんよ。あくまでも人間の体なんで 100% なんてことはありませんで、確率をいかに良くするかっていう形なわけですが、でもそうすることでですね、結局治療の期間や回数っていうのは少なくなってくるわけです。ですから忙しい人ほど常日頃からちゃんと定期的にチェックをし、ね、悪くなる前に早めに手を入れておいた方が、ね、かえって、時間を割かれることが少ない、ね、仕事を休んで歯医者さんに行く期間なんてのはその方が少なくなるんです。だからちゃんと長期的にと言ったらおかしいけれども、計画的に見れる人はやはり早めに歯医者さんに来た方がいいということはわかると思います。逆に言えば刹那的にその場しか考えられないっていう形になるとね、やっぱり今忙しいから歯医者に行けないっていうようなことを言われるわけですが、結果としてどうなるかってことなんですよね。トータルとして、仕事が集中できる時間がどっちが長いかってのをよく考えてもらうとわかりやすいと思います。これはまあ仕事に限らず勉強とかでもそうですよ。だから忙しい人ほどね、定期的にチェックしておいた方がかえって手間がかからずに済む、時間や期間を使わずに済む、これを間違えずにね覚えておいてください。
言われれば、ああ確かにそうだなっていうふうに思われることかもしれませんが、どうしてもね、忙しいから歯医者に行かないっていうような形のことを言われる方っていうのがどうしても日本人多いんでね。なので今言ったようなことをね、思い出してもらえれば、ね、どっちが本当にこう仕事に集中できるか、歯医者さんに時間を取られないのはどっちなのか分かると思いますので、ね、ぜひ忙しい人ほど、痛くない段階で早め早めに歯医者さんに行くことをお勧めします。それでは今日はこの辺で失礼します。この辺で。最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。